はい、すごいお腹のおっさんです。はい、今回は、検証ですね、検証に当選いたしましたので何か送られてきました。これはスパッド4プレミアムポイントという、地方競馬のねあれで応募したのが当たりました。さあ、物は何か何でしょうか。ちょっと楽しみです。開けてみたいと思います。はい、おっさんは強引に開けます。さあ、何でしょう。なんかこれが届きました。なんだこれ。説明書ですね。これはスパッド4プレミアムポイントですね。ランチタイムチャレンジで浦和競馬オリジナルグッズを当てよう。浦和競馬騎手服、騎士服ですね、柄のステンレス真空ボトル、ご当選おめでとうございますと書いてありますね。こんなのが届きましたね。スパッド4って書いてありますね。まあこれはですね、ランチタイムチャレンジ、これはですね、昼間の浦和競馬の昼間の開催の特定のレースを買うと、そこで、いくらだったっけな、1000円以上買うと確か抽選で当たるということなので、さあ早速当たったので中をちょっと開封したいと思います。何でしょう。ああ、なるほどなるほど。これがね、勝負服ってやつなんですよ。いろいろね、ジョッキー馬の上に乗るね、騎手のそれの柄が書いてあるんですね、いろいろね。あ、この間前回ね、ちょっとマスクで当たったことで橋本ジョッキーとかね、いますね、これね、中島ジョッキーですね、女性のジョッキーとかね。あ、こんな感じですよ。はい、一応こんなのが当たっちゃったってことで260ミリですね、入りますね。あー、嬉しいな、タダでもらえるのは。まあ一応こういうものが当たりましたということでご紹介でした。検証当たりました。パチ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 。それでは皆さん、さようなら。